えー、っとその、えー、ヘキサゴンのご縫製にしようと思ったんですがあれ結構大きいんですよ、えー。このぐらいありそうなんで丸,丸玉がね。えー、でその、えー、サージカルなんちゃらかんサージカルなんちゃらかんちゃらの、えー、そのネックレスはいいんですけどそれだけ っていうの売ってませんしあれ売ってるのはね確か楽天だったと思うんだけどあれはねえー、私楽天大会してるからえー、だからえー、もう買うつもりないわけですよであるのはクリーマさんかなクリーマさんかアマゾンさんかって形ですであの、えー、アマゾンはねすぐ来てくれるんだよだから便利なんだけどクリーマの場合は 振り込んでしかもあと10日ぐらい経たないと入ってこないというんでやっぱりそれはそのままかなと、うんえー、まあ、あのー、もう一回ちょっとアマゾンでたぶん白蝶貝のネックレスかなんかにすると思います、えー、白いヘッドのやつの方がいいかなと白い正義なんですね今白い正義白い正義ええー <laughs> 黄色はね、ちょっと微妙なんですよ黄色はね三井さんとくっついてるから、ちょっとこれ微妙かなということで、KDDI グループが作業やってたのは最初に分かってますよ。えー、神戸の番庭園のものがありますから、えーえー、もちろん日清火災の、えーうん、坂本勇が本件の主犯格です。小玉自動車工業は日とと三井と ソンポジャパンの乗り乗り合いの代理店だから、うん、あそこ全部乗り合ってんじゃないかな、I.O.I も、うん、結局ね、あんなちっちゃいちっちゃな代理店を、えー、三井が買って全員で儲けようやっていうことをしたんでしょう。えー、だけど私に払ってないから、うん、払ったのはね、東京会場の原田が東京会場のモギ三井の、えー、契約を勝手に使ったんだよ、無断でね。 未承諾でだから、えー、それは犯罪であるとして、えー、しかも3回も交通事故を起こしたのはそれぞれが1回分ずつもらうためだったんだよで誰が払ってないか三井と相イ,イだけだよ三井と損保、えー、ジャパン相イ,イは打撲と捻挫だからやっぱり10万なんだけど差害行為なのね、えー、だから、えー、請求は損保、えー、ジャパン で弁護士は東京会場を使ってるその犯罪だとして訴えるそして、えー、決定不足分は三井住友会場と相生が支払うと、えー、なぜなら任意保険はああの三井だから、うん、あの裁判の決定によって三井がうんと払うことになるかもしれませんよ、えー、私が5億、えー、2000万請求するから損保ジャパングループは複数回証券番号を書いてる頭と終わりは知ってるけど 414頭あるからもうおそらく500頭以上回してる、うん、これ損保ジャパンの犯罪なんだけどじゃあ三井はなんでぼさっとしてるのか三井がえー、っと奥の三木人として、えー、二宮三木を飼いながらそれが茂木直子だと偽証した平野,、ね、平野恵子なんかは私は全然会っても話してもいないんだよ埼玉に来てねうん東京に来た時ね東京にまあ東京に来たっていうよりも東京の その私がその、えー、就労していた、まあ、就労というかまあ高校卒業して、まあ、就職し,た職していたその、えー、バンダイとそれから新日本航空整備あそれから東芝電池、えー、ここで確かね、うん、佐藤凛香っていう女なんか目のこ,こ,んなこんな感じの女 <laughs> あの女と、えー、平野恵子がヘビースモーカーで庄屋かなんかでバイトしてるって言ってたよその時ね。 私じゃないよ私は IBM の3741ってキーパンチャやってたからさバンダイで売り上げの日報月報をや,やらされてたわけだよでその後えー、あのー、東芝電池東芝レオバッグに、えー、入ったのね両方とも量だよ会社の量うんあんたたちが期待するそのフフフフってのはないんだ残念だな門限は えっとね8時、うん、8時なんだよだ残業も、えー、8時までに帰ってこないとだめなんで夕飯があるから。<laughs> なんで、えー、最終に門が閉まっちゃうのは9時なの、うん、だからそのあなた方がうふふ,ふってのを気にしてんだろうけど <laughs> 期待してんだけどないんだよ、うん、残念だな、うんまあ、こういう性格だからねまあそそもそもが えー、タイプが違うような気がするんだよ。うん、でも平野恵子がホステスっていうのもそうどうかなとあの団員系の顔でなと思うんだけどどうなんだろう整形がなんかかししたのかしら、うん、話してもいないから知らないんだよ。会っても話してもいないからえっ、ー、とね40年以上話をしてないってことにな,な,なるんじゃないかな40年以上だって高校の、えー、卒業アルバム以降いいだからね <laughs> 全然話もしてないし。うん だだからら卒業したらもうみんなバラバララよ、うん、学校卒業してあの会うっていうのはないね。うん、それから、えー、それが何で今頃そういうのが出てくるのか平野美希人とかさ、うん、そして、えー、美希代うん。それから、えー、松川美希 <laughs> だから演歌歌手の女性に金を与えるために私の交通事故の えー、怪我がその反社のグループに流れたのかそれ知らないんだ私が三井は何やってんのか弁護士を弁護士をって言ってるけど、えー、結局任意保険は、えー、最後その怪我以外のものこういう詐欺みたいなものに全部払うことになるから原隆之さんがどっちに行こうが、えー、大した怪我じゃなかった認定されなかったそれできないから、うん、山口力課長が、えー、平成29年の10月だよ あの私がどうなってるんでしょうかっていう、えっと、埼玉事務所、損害算出機構埼玉保健事務所、埼玉事務所に、山口力さんっていう力課長っていうのがいて、認定は終わりましたかって聞いたら、終わってますよ、三井さんに請求したらいいんじゃないんですかって言うから、あそうなんですかと。 保険三井住友海上なんですか?」「そうですよ」って言ってたよなんで知ってんのかねえー、自賠者は損保ジャパンだって聞いたからその小玉自動車工業にうちの一番近い損保ジャパンの看板を立ててるところに「どうやって請求するんですか保険金って」って聞きに行ったんだよそしたら坂本和子が混乱顔してる坂本和子が「なんでうちに来んの何でうちに来んの顎顎がさが。さ、 なんんんでうちに行くだだっっっててて食かかってくんだええあの交通事故証明書に損保、えー、ジャパンってなってますけどうちじゃないわよ任保険に行くなよ任保険行きなさいよどこですか三井だよ三井に行きなさいよってものすごいこんな顔して言うから <laughs> あそうなんですかと、うん、じゃそうなんですかとで河、えー、本和也も確か三井住友海上ってこんなちっちゃな、えー、メモをよこしてきたから。 あそうなんですかって聞いて、えー、青木明は「う、え、ち、ー、が払ってそして、えー、あなたに支払った後に自賠者に求償をかけるから待っててください」って言ってたんだよ「あそうですかじゃあ待ってればいいんですか」で2ヶ月も3ヶ月も待ってんだけどあの何にも連絡ないんですけど「いやあなたには弁護士がついて弁護士が動いてるから」「いやあの揉めるつもりないんですけどなんでですか?」って言ったら。 いやあの弁護士がね全部やるからとその弁護士が原田だったんで東京会場だったんで、まあ、正確に言えば日清火災なんで日清火災と東京会場をまたいでやってたから神戸の番っていうのができちゃったうっと、うっッってのができちゃったんだよあんたたちはもう下半身の話ばっかりだからね嫌になっちゃうよあの私はあのそんな暇もないし あんたたちが見て、えー、子供ができた何ができた三輪車がいっぱいある何だこれやってその豪邸巡りして「あれすごいな若夫婦だ」って。だって三輪車があるから5歳6歳ぐらいでしょ三輪車ってのは幼稚園の若夫婦かって言ってまあ洗濯物にさかわいいスキャンティーとか干してあるからああ20代から30代の女性かな若夫婦だとわかるわけだよ。 1>, で1億6千万ぐらいの積水ハウスの豪邸とか、えー、朝日ヘーベルの豪邸なんだよ。なんでこいつらがこんな413頭も持てるんだとお前、お前ら保険屋だろうと、誰だと、誰だと、えー、真っ先にあの動いてたのが井上だから、東京会場。だけど、東京会場と青木明は最初にものすごい不動産がばーっと、青木だらけだ だけど次に前輪マップを取った時はえっ、ー、とね次に前輪マップを取った時は田畑田畑だらけだったんだよで田畑は一体誰だあの役員にも名前がないんだよでも田畑明は断言する東京会場だよ井上お前だよ東京会場お前だよ、うん、お前の部下だろ田畑明、うん、まあだから、えー、請求は三者っていうかまんべんなくだようん だけど、えー、東京会場は被告選定ではないでも PWC 新た監査法人のこ個別にこいつとこいつって、うん、坂本お前だよ、うん、お前とは4回以上会ってるよな、うん、おちびくんおちびぬお前の女房の真似してやろうおちびぬだよ、うん、以上も稲直子でした